はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はエビル高校で新田くんを入れてやっていこうと思います。で、新田くんですね、現在パワーチャレの報酬になってまして、まあ先週もね、一応報酬としてはイベントで出てきましたので、一応自分は PR がうまく通ったので、レベル45に、することができました。レベル45で練習効果 20% ですね。で、得意練習は打撃と筋力で、得意練習率アップがついて、固有で得意練習率アップがさらにつきますね。で、あと筋力ボーナス、タックは、40になりますと、45% プラス固有でつきます。で、ミート上限アップが、40でつきますというような感じですね。で、特能に関してはアンダ製造機とアーチストになります。金徳もアーチストになります。で、金徳がアーチストなんで、今回は、ミオちゃんを入れてきてます。あとタッチコラボキャラになりますので、同じくコラボシナリオである、北斗高校では使えない形になってます。まあコラボ系はね、他の高校では使えないというようなところです。なので今回は野手エビルで来てます。まあ、マントルよりはちょっとエビルの方がいいかなという感じでやってます。まあ一応そんな感じでいきましょう。あと上限か、上限はレイリーと佐伯さんとミートか、ミートの新田くんの3上限ですね。それでやっていきましょう。でエビルはまあまあまあ久々っちゃ久々なので、まずはミオちゃんの評価を上げて、で2周目から始まるっけ。あ、始まってるね。で最初はやっぱり黒金なんだけど、ダンジョンをどうするかだな。要は新アーティストを取るためにはまず新田くんのイベントを完走させてから美桜ちゃんのデートを終わらせないといけないっていう順番を踏む必要があるんで、クリスマスお正月のためだけにダンジョンで、デートは多分最後の方に消化する形になるかな。6月の4週でソウルジェル自体は終わっちゃうんで、7月がまあ暇っちゃ暇なんですよね。そこの時にデートを重ねたいんだけど、ダンジョンをどっちで使うか。告白が最悪間に合わなかったとしてもリカバリーができるっていう利点になるのかな。利点にもなるしデメリットでもある、そんな感じか。新田くんとか全然わかんないんだけど、全く覚えてない。どういうキャラだったかすら覚えてない。で、ここはそうだね、メンタルでちょっとコツがあるんで、ナッチはね補給コツをくれるとかなり嬉しいんだけど、意外性か。意外性は佐伯さんのねイベントでも手に入るんで、まそれまで待つかどうかだな。先駆けくん結構久々だな。で12%とかか、これは無理する必要はないかな。どうしよっかな。 SG か、いざっていう時に使えそうな気はするけど、次練習が確実にできなくなるからね。ちょっとメンタル減らしとく。ま、回復させつつ経験点ちょっと吸収。佐伯の夢だけどさ、佐伯さんの夢って何なの。イベントを全く見てないから分からん。夢の話してたんだ。あ、やっぱそれは女子としてプロ野球選手になるっていうことかね。うん、吸える時に吸うか。ミオちゃんがまだ評価乗ってないからね、よくよく考えれば。早めに黒金をだからゲットしておきたい。ツボ拳法、あれこれやってみるが回復するんだっけ。あ、違う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 、経験点だ。こっちは間違えた、間違えてしもうた。もう寝るしかない。ここはミオちゃんも久々に使ったからな。3人か、なんかこう
太平楽とかじゃなくてさ、てかやるものがない、やるものがないからここはやろう。太平楽3人、黒金ダンジョンでうまくね人数がハマってくれればいいんだけど。じゃんけん、これはグーで、パワーヒッターが手に入るかもしれない。勝ったやった。あの負けても体力自体は回復できるんで、通常イベントはまあ割といいかな。コツも手に入るし、運だけどね、完全に選択肢で選べるんで。喧嘩、これは体力が減る。今のところ体力は多めに保ってるんで、黒がね、まあ経験点的に美味しいんでやろう。10月中にはちょっと黒金欲しかったけどな。敵か味方か、打撃。一応ねコツを取りに行きましょう。対エース、うん、そこそこだな。ミオちゃんの経験点が上げられるけど、メンタルをやる意味もないからね。どうしようかな。タックフィニッシュを決められるわけじゃないんだけど、ちょっとカロリバ1回使っちゃおう。みゆちゃんの評価もちょっと上げときたいんで。で4番打者、これが金徳ですね。いいやつ、これ確定なの。ゲーフミッションになった。あー、ここはやっときてーなー。なんか早めに1個やるのも、いやでも黒金が全く足りてない。黒金やろう。カロリーバーを使ってまでやるべきだったかどうかって言われると、もうすでに1個使っちゃってるからね。2つ残ってたらまあやったけど、さっきの打撃の方の経験点にさばいてしまったんで。ああ、これはやろう。普通にまだ溢れないよね。まあ、このタックフィニッシュも何だろうね、どこまで経験点伸びたっけ。あ、ローボールヒッター潰しちゃおう。告白、とりあえず来た。これ体力回復するんだっけ。回復はしないか。3人でこういう時に、まあ吸収しちゃおう。告白はとりあえず来てくれたから、まあ、黒金はまあそこまで意識しなくても大丈夫かな。でも黒金取っとかないと監督評価が足りないんだよね。一番の目的は彼女評価を上げていくっていうことではあるんですけど、みよちゃんやろう。3回目のデートまではじゃあ進めちゃっていいかな。パワーヒッターゲットしたから取っちゃおうか。これは頼るで進んでいきます。あ、これダメだ、コツ取れなかった。骸骨が、うわー、春明かー。まあやりたいはやりたいけどな、どうなんだろうな。ーデートをっていうか、続いてだ、通院しよう。今のところ一回も不眠症来てなかったけど、まあ、体力なかったしそれでよいでしょう。ダンジョン手には入れたんで、入れたは入れたんで、入れたは入れたんで、どうしようかな。5回やる必要はもうマジでないからな。一応パワー C くらいまで上げておいて、あと、まあ、レイリーがいるから、ミートは一旦 C か。どうしようかな、もう使っちゃおうかな。これ練習 11% でしょ。新田くんか、 6% SG をなロックするくらいだったらちょっと体力溜め込んでおくか。そうだな、練習しながら体力溜め込んで3回目まではデートしよう。それでいこう。もうとか。え、これカッキーンって言ったけど、お、かなり掴んだ。いいね。あ、ってことはもう終わったのか。やってみよう、体力あるから。
いや、いいな、いいな。みおちゃん、マジで経験点だけ。え、じゃあ、行くっしょ。ちょっと待ってね。全部で6ターンでしょ？フィニッシュ決められる場合はちょっと決めておきたいけど、あとロックがすげえできたときはロックしよう。よし。で、新田くんは広角打法のコツをくれるっちゃくれるんだけど、まあそこまで優先順位は高くない。今の状況のデートに比べれば全然優先度は低いんで。あ、いいね。新田くんのイベントがだから早く終わってくれるかどうかが、味噌だね。思い切って食べよう、ここは。え、カメ？だいたいどうなの？あ、結構経験点もらえた。まあ、いつもは多分10、10、10だけど、これがタックフィニッシュ決めらんないのかな。痛いな。黒金をやっとく意味もないしな。これ、シラスとかが3人揃ってたら、まあ、シラスに走ったけど、まあいいや。大して練習が美味しくない。まあ、どうしてもね、6回じゃなくて5回デートしなきゃいけないんで、練習回数が少なくなってしまうのはしょうがない。固め打ち、メリークリスマス。あ、いいね、いいね、いいね。あとしょぼこつも潰しとかなきゃいけないし、だって、いやー来ないな、なかなかいいのは。ちょっと経験ってやべえ、精神がやべえ。内野安打、固めも1でもう潰しちゃう。ダイダも取ったでしょ。テスラホーム突入、まあいつものだけどね。ローボルヒタももう潰す。タイエースも1でいいや。で、ムードホームシッシュ、プレッシャーラン、ラッキーボーイはどうなんだろうな。いや、取っとこう。精神それなりにあるから。打球伸びはちょっと今のところは置いておく。あれ、こんなもんだっけ。もう一個なんかしょぼいやつなかったっけ。潰したか。まあいいや。じゃあここもデートして、え、アーチスト取ったよね。アーチスト取ったよね。よし、じゃあアーチストを取りに行きましょう。4回目。いや、すげえすげえすげえ。147147、かなりいいな。いや、ここは攻めよう。俺たちの存在。おお、いいね、いいね、いいね。逆曲連打。あんまり選ばないから知らなかった。てか、経験点も高いね。中吉。まあ、全然いいよ。全然いい。おお、いいね、いいね。あ、ここでな、来なかったのかな。少ない。ここです。SG3 人来てもな。一応、ロックだけはしておく。一回余裕あるしね。だってあと2ターンでしょ。3人ロックはまあ、でかいからね。足、技術。敏捷はね、足りなくなると思うんだよね。さっぱりわからん。俺は勉強ができん。またやる気が下がるよ、これで。まあ、別にここはね、やる気はそこまでかん。うわー、3人ロックか。最後、経験点が。まあ、美味しいは美味しいんだよな。ちょっと補給骨ないけど、さばくために E まで上げて、あとは逆境は取っちゃおう。じゃあどうする。ここ暁3人ロックしたいんだよな。しかもバランスがいい。ちょっとロックしよう、ここ。まあ、みおちゃんの最後のデートはお茶を濁す時のために取っておくか。何もやることねってなった時に最後のデートをする。レンジャーは1人しかいないから、ちょっと取らないときついんだよね。で、メカに手に入れました。で、ここはまあ経験点取れるっちゃ取れるけど、で、シラスもゲットしておきたい。黒がね、一応やっとくか。じゃあ黒がねがな、もうちょっと早めにゲットできればよかったんだけど、メンタル体力がないから終焉も欲しい。だ、基本的には経験点グループプラス俊英が欲しいよね。手加減はしない。女性だろうが。さて、ここで体力はある。で、足いけねえか。
3人だからメーターが結構いっぱいあるし、ここはそうだね、他が微妙っちゃ微妙なので、足でちょっと取ろう。技術足りてないから。走塁はね、先駆け君とレイリーがいるんで。でナッチはやっぱりここで送球骨が3で取れるっていうのがめちゃくちゃでかいよね。バレンタイン経験点もいい。肩、いやちょっといいわ。うーん、あとはちょっとタックが来るまで待ちたいんだけど、これなくなっちゃうかな。なくなっちゃう気がするね。これはまあまだ残ってるから、ちょっとなくなっちゃいそうなんで回収に行きます。で SG 手に入れたってことは多少体力無理ができる。カロリーバーもあるよね。これ下安定で経験点は全然しょぼいけど。でレイリーの2回目でしょ。でとりあえず S にしておこう。筋力はまあまあある。ここで打撃が取れるだけだね。まあ取っておこう。打撃はもうすでに取ってるんで、まああれだけど、新アーチストがかなり使うからな、筋力。取れるときに取っておこう、重いものは。これでタックフィニッシュ自体はただまだ2回目だよね。黒がね、さっさと使おう。パフェ、行こう。うまい。さて、ここで打ってくれれば。おい。悲しい。レイリーはこれがあるからな。で、まあ、失敗してしまったものはしょうがないんで、あとはこれ使うでしょ。で筋力に2人溜まってるね。これはロックしておこう。あとやっぱりちょっとロックしておくっていうことが大事になってくるんで、パフェ行こう。ちょっと失敗するかもしんないけど、失敗した。失速してるな。なんか肩も本当は止めとかなきゃいけないんだよね。これなくなるな。まあなくなるくらいだったら、なくなるくらいだったらちょっともう人少ないけどやろう。これは一理ある。やる気がどんどん減っていく。いやでもさすがに名強をロックする気にはなれないしね。大平楽か。なんかちょっと経験点系があんまり来てないな。名強でしょ。タックフィニッシュが悪いな。ちょっとロックしておこう。ここ体力はあるから。なんもない。もうマジか。これ経験点だけは吸収できるけど、こういう時にラストデートを行っておく。みおちゃんやる気も上げてくれ。野球拳みたいなやつ。あー経験点高いねやっぱり。でもやる気は上げてくんなかったな。通常イベントでやる気は上がったけど、ちょっと守備力上げていこう。技術が足りないか。まあ、ミートを結構上げたからね。いけるところ。こういう時さ、なんでかぶってんの。肩1人でもここも1人なんだよな。経験点的にいくとでもこっちか。肩はねナッチしかいないからね。筋力はミオちゃんと新田くんがいるから、ブレインマッスルだったらちょっと俊英を安定させたいな。今のところ筋力は割と大丈夫なんで。2枚入ってるからね。肩と守備がなくなったか。いやこういう時に、こういう時にさ肩守備がなくなるんだよね。一回体力50アップさせて、もう4月だもんね。ちょっとこれ厳しいな。取れるところはじゃあ取っておこう。
赤月広角打法 OK。 10年に1人、これが俺の力です。でこれで臨床取れるでしょ。あとやっぱロックだよね。でスイープ。おーよくつくな。このイベントが一番きついよね、サボり癖つくのが。しかもこの4月の段階で肩じゃなくて、待って、ミートもやっぱり上げとかないといけないから技術が足りてねえな。まあ、使えばいいんだけど技術を。で敏将はスイープとなんだっけ、あの先駆けくんのやつでめちゃくちゃ経験点取られるんで、今経験点自体はそこそこあるけど多分枯渇するんで。何対何？ 9 対6。体力減らされて、さてここだよな。ブレインマッスルか。ブレインマッスルはちょっとほっといてもいい気がする。通院しよう。一発で治ってくれ。図星です。私はサボり癖でした。でここで俊英ロックするんでしょ。いや筋力が足りんねってこと。あとシラスだ。シラスの回収をちょっと最優先にするか。3ブレインマッスルはいいや。1人か。いやこれ3人今さらロックしてもっていう感じだよな。筋力、いやーどうしよっかな。1回バー食って、かつこれ使って、バランスがいい。ここ取れる経験点の、まあ、うまくいったら回収にかかりますか。メンタル2人。シラスはいない。明鏡はマジでいらない。でそうするとパワーはやっぱり欲しいよね。 A は欲しい。でメンタルでまあやっとくか。ナッチコ作れ。佐伯さんアベレージヒッターで最後の6月ここはもう調整期に入るんで、シラスかガチで欲しい。ちょっと2人取りに行けっかな。やろう。シラスと周名をここで回収したい。どうだ、俺は打てるし守れるし完璧の選手だぞ。で回収できるんだったらもう回収しちゃいたいんだよね。回収しちゃおう。で俊英ゲット。さらにうわーやりてー。ここはやりたい。シラスが厳しいな。そうすると多分取れなそう。まあ、経験点的にこうだよね。あとだ5種類練習はできなかったな。あいけるわ。たまたま最後うまくいった。最後だけうまくはまったな。で独身術がないんだよこれ。だから独身術あったらかなり良かったんだけどね。でスイープ取る。接戦一番やりか。もうこれで敏将枯渇したからね。ラッキーセブンで追い打ち。ちょっとあるやつを取っていこう。恐怖の満塁男は最後こんなもんか。広角は2でいいか。じゃあそうだね、敏将が全然ないな。で敏将ないからちょっと敏将一回使っちゃおう。で暁台はやっぱり必須なんだよね、そう考えると。であとはちょっともう補給骨は取れないものと考えてさばいていくんだけど、ちょっと待って、
99、これで止めておく。でこうでしょ。でミートも何気にまだなってないからね。でこれで守備ゲットして、さらにシラスをゲットできるから精神が、あ、芝生だ。アベレージヒッターもう取るか。これでめった打ちヒートアップ OK。 最後の最後に回収ができた。まあまあまあ、あとはタックの踏めるところを踏んでいく感じだよね。精神使っちゃうでしょ。でこれでミートを102にして、で補給は一応残しとこう。補給骨が来るかもしれないんで。ただヒートアップも精神を使うやつだから、盗塁とかこれも足は捨てなきゃダメだな。しかもサードなんだよね。サードだからさ、肩上げたいんだけど肩条件はない。エビル高校はちょっと3条件くらいまでしか無理かな。よほどハマらないと。4条件やろうとするとそもそもの経験点が足りなさそうだよね。エビルってどれくらい取れたんだっけ。1万1000とかだっけ、まあ、普通にやって1万から1万1000くらいだった気がするんだよな。ガチで強い選手作ろうとするとやっぱ1万5000は欲しいんだよね。そう考えるとやっぱり爆発力がある最大値が高い高校になるんで、まあ、北摂とかになっちゃうよね今のところは。まあもちろんね、コラボキャラ入れないっていうのであれば北斗高校でも全然強いんですけど、いかんせん今回はちょっと新田君を使おうということでコンセプトがあるんで。そうで、ナッチ入れるってことは送球骨が取れるから、じゃあサードにしようって思ったんだけど、肝心の肩が放置状態だからな。これどうする。特に本当にやるもんがね、そう7月中のやるもんがマジでないからね。ちょっとでも経験点稼ぐということでメンタルにしますか。でここ新田くん、まあ普通のタックだよね。普通のタック。合格打法もパワーヒッターも取ってあるんで、えアベージ、あ、そっかそっかそっか、アンダ製造機とあれか、パワー飛行格じゃねえや、アンダ製造機と、そう、もう一回見よう。9500点か、今の段階で。アーティスト、アンダ製造機アーティストか、広角打法じゃねえや。ちょっと間違えてた。安い。チャンス1か。冷静はまあまた入る。いや、これマジで、あれがないのが痛いな。独身術。さていきますか。まあ、この編成はレイリーだけか、不確定は。ツーアウトランナーなしという場面で小岩。今のところ二次得って何が実装されてんだっけ。もう新アーティストと新街道しか分かんないんだけど。ランナーなしという場面で小岩。シュートはボール。なんかお知らせじゃなくて、なんか説明書みたいなのあるじゃないですか。あそこで今の実装されてる二次得とか見れないのかな。もう分かんない。投げました。打ちました。レフトへの打球掴みました。これでそのアプリで実装されてるやつと、あれサクスペで実装されてたっけっていうのが分かんなくなっちゃう。第2球投げました。なんかこいつコントロール悪すぎだしよ藤村。投げた。受け。もう一回回ってくるね、これは。ピッチャーも変わってる。曽我君158キロ。速いな。で、ただ、エビル高校は、試合経験点ボーナス、俊明を取ってあれば、そっからさらに伸ばせるんで、まあ、まだまだね、伸びしろはある。まあ、大体どれくらい伸びるかっていうのは読めちゃうけど。で
っと待って、守備力99になってるね。大丈夫だよね。サード肩上げてるともさ多分足んないよね、経験点が。他のこれ寝るしかねえわ。デートしてみるよ、最後カラデート、ミオちゃんとカラデート。喫茶店普通ガチで普通、まあ、やる気が上がったっていうのはあるけど、ここでやる気上がったよね。でも自分のやる気も上がったよね。でこれで渋谷102。そうするとまず上限突破をしておきたい。全種類肩上げるか。 D、 いや C は欲しい、能力的に。いやあんま意味ないかもしんないけど、受け、これ補給骨くれんじゃね、開けちったけど失敗したな、もう上げきっちゃったもんね。上げきっちゃったけど、上げきっちゃった時ってさ補給骨くれんの、謎。まあ、独身術がない段階でちょっとこいつはパワチャレ要因にはならないんだけど。エビル先制のチャンスです。来た、キバ。おー、いいね、これが新アーティスト。爆速はもうマジでやら、いや重いよな。早く変わってもらいたい。まだ結構スタミナあるんだ。これはいったか。新アーティストがあって荒れたか。結構粘るね、キバ。球が重いってことはね、ポテンってなる可能性もあるはあるんだよね。よし、ここでも100超えてくるからね、経験点が。それを考えると、この経験点的にはここでナッチが補給骨をねよこしてくるかどうかなんだよね。その102でよこしてくるとちょっといらねっていうところなんで、早急は取っとこう、せっかくだから。あとはめった打ち、恐怖の満塁男が精神使うんだよね。だから金徳的にはもうこれ祝福だった。あと最後にミオちゃんがくれるかどうか。いや、ちょっとナッチに行こう。経験点をくれ。よし、今のところは経験点をくれる。だからもう100、あとエピローグでミオちゃんも100ちょいくれてっていうのは期待できるんで、まあ、ただそれも全てホームラン打って勝つっていう前提だけどね。まず1本。ここもやっぱ怒り守るって、毎回なんか絶不調だよね。影響受けてんのかな。顔には出さないけど、鉄仮面ポーカーフェイス、まあ、強がりだから顔に出さないっていうのはありそうだけど、でも鉄仮面ポーカーフェイスは持ってない。実際疲れたって表情するけどね、ほら。もう降板したな、さすがに。村上、こいつも調子悪い。みんな調子悪いの。そんな中、甲子園2回戦まで進んできたのか。動いお前どうした、油断しすぎだぞ。っていうか、ヤミロは結構なんか打たれるんだよね。マイナスの特殊能力から、これ136ゲットでしょ。でこっちかぶる、かぶらんと打てん。打撃か走塁か、佐伯さんか、新田くん筋力か、最後は不動の4番で筋力使うからな。ちょっと一応稼いどこう、ここで技術もくれるんだ。そうか、いや滅するのはアーサーお前だ。
ちょっと上げとこう。総力 E にはしておこう。じゃあで、あとは取っておく。ちょっと最後で調整しよう。さすがに溢れることはないんで、上限突破はまあまあまあ3つだったらなんとかなったね。ツーアウトランナー1塁という場面で小岩投げた。初球打ち高速スライダー。スタンドに入りました。ファール。投げた。来た。行った。一本目。かぶるとだいぶ楽だよね。同点で迎える4回です。先ほどツーランホームランを放っている小岩。打ちました。痛烈。もう一般人になっちゃってるかな、ピッチャーが。一般人っていうか大田くんが投げてるのかな、ちょっとわかんねえ。さすがにそれはないか、なさそうだ。一般人っぽいな。スクリーンボールとかもうマジで打てねえかな。めちゃくちゃ荒れてんな。あーさ、外してきたか。あー、振っても意味なかったか。振っても結局ウエストしてきたかな。まあ別に経験点自体は満点だと思うんで、一勝勝ったし。158か、やっぱでかいな。これだとレイリーなんだよね。レイリーがまだ試合経験点ボーナス持ってないんで、そうするとまたちょっと経験点上がるからね。でミオちゃんのエピローグ押し成功した。73か。で不動の4番と4番丸も取って、佐伯さんもこれ作れて、ここで金徳を2つ取らなきゃいけないっていうのがあるんで、経験点が結構消耗する。しかも不動の4番は筋力ポイント使うからね。1万2000か。エビルにしてはまあまあまあ出た方かな。俺の中では220でしょ。でそっからレーサーちょっと取ろう。4あるし。で満塁男を守備職人も取るか。打球の1取って、速攻のコツがあるやつは潰しておこう。全然足ないけど、ちょっと一回、あ、ちょっと送球は丸でいい。敏捷が割と触れるか。それを考えると、まあ、D にする意味は査定的にあるのって聞かれたらちょっと分かんねえけど、わかんねえけど、今214でしょ。214が D になると214。変わらないね。変わらないから上げる必要ないんだけど、 C にすると217か。いや、じゃあちょっと意味ないけど上げとく。まあ、そういう選手の作り方なんで、俺はチャンスも取っとこう。じゃああとはサード丸とか欲しいよね。思考のサードとか今取れる人いるの？思考のファーストは岸田くんで取れるでしょ。で思考の二塁手はなんかマントルの人で取れるでしょ。名前が分かんないけど。でサード、あとは守備ショート、思考のショートとかって存在すんの？ちょっと分かんない。サード丸、守備力バッチリだけどね。サードで出塁時、出場時、守備力がアップするって言われても、いつも言ってるけど、どうアップすんのっていう。219、220。基本的にこれさ、特納1個取ると、1上がんの。違う、2だわ、結構上がんの。2上がんな。謎。守備移動。守備時の総力。サードは使わないからね。まあ、だったらちょっと肩上げていくか。まあ、うまくいけば肩上限アップもできたかもしれないですね。ちょっと今足りてないけど。じゃあ、精神取るか。あと、精神が結構余り気味なんで、精神を吐けるやつ。で、かつ技術をあんまり使わないやつがいいんだけど。競争心か。盗塁アシスト取ってなかった。そう、なんか足りないかなって思ったら盗塁アシストだった。取ってなかった。あー、敏捷が余っちゃったな。触れる分振っとくか。上がらないけど。だからこれで独身術があったら多分本当に精神もうまくさばけたと思うんだよね。
精神のちょっとさばき、吐き口がないんで、まあ、一応こんな感じですね。あれ、こうやってもう、あれ見れないんだっけ、新田くんの顔は。一回ちょっと、メーターも見ますか。はい、というような感じで、まあ、新田くん、得意練習自体はね、まあ、2つあって、まあ、アーティストが取れるんで、まあ、使うんだったらやっぱり新アーティストが、取れるような編成にして運用していくのがいいと思います。まあ、どうだろうな。打撃筋力、まあ、ミートアップなので、まあ、ライバルはね、結構いるんで、まあ、これしかも北斗高校で使えないし、北斗高校で似たような選手入れるんだったらもうケンシロウ入れちゃうんで、まあ、なかなかライバルは多いと思うんですけれども、まあ、それでもね、配布キャラクターで先週と今週それなりにやれば、40にはね、持っていけると思うんで、まあ、もちろん45にすると練習効果アップ20がつくんで、まあ、45で運用していくのがいいんですけれども、まあ、手札にね、全然キャラがいないという人に関しては、もう配布キャラクターにしてはかなり強いキャラだと、思います。まあ、コラボ高校では使えないという欠点はありますけれども、まあ、悪くないキャラです。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。